長野オリンピック俳句でおもてなしは1998年、長野冬季オリンピックの文化プログラムの一つで、オリンピックの訪問客を一般市民が俳句を作って、おもてなしをするというもの、1997年10月に100句が選出された。俳人、小林久が晩年に住んだ土蔵オリンピックは単なる国際的な運動会ではなく、古代ギリシアの時代から、 様々な文化的プログラムも織り込んだ、総合的なイベントである。長野オリンピックの際は、長野県北部、下高井郡の沢温泉村の道祖神祭りや、南部の飯田人形劇、大鹿歌舞伎が紹介された。そうした文化的プログラムの一環で企画されたのが、長野オリンピック、俳句でおもてなしである。これは、 オリンピック・パラリンピックの訪問客を一般市民が俳句を作っておもてなしをするという内容でオリンピックと各スポーツに関してシナノの自然と文化も織り込んだ俳句が募集された。俳句は20世紀になって世界的な芸術文化となりオリンピック開催地である長野県は俳人として著名な小林一茶を輩出している。このプログラムは長野県庁国際化。 廃人協会長野県支部、長野県国際交流協会が作る、俳句でおもてなし、実行委員会は1997年5月から一般募集した。寄せられた1602区の中から、1997年10月に0 0区が選出され、シナの毎日新聞、中日新聞、朝日新聞、オリンピック公式ウェブサイトなどで発表された。うち70区が英語に、 30句がフランス語に翻訳。俳句と翻訳を載せた7500本の小旗と冊子2500部が制作され、オリンピック・パラリンピックの訪問客に配布された。企画、翻訳を担当したのは、当時長野県の国際交流員だったローラン・マブソンである。ありがとうございます。